自分が歩んできたドロー沼のような、あの、2、3年の出来事が、本当に、あの、涙あり、笑いあり、っていうより、最後はもう大笑いで終わったっていうぐらい、あの、私自身の過去のストーリーはどれほど、あの、ネタになるんだと、自分で自覚しました。<laughs> はい、さっきも言ったよう、ね、に。皆さん、こんにちは。米粉シフォンケーキ専門教室、粉雪の粉雪シフォンマイスター、直子です。 最近では10年経っても記憶に残るお仕事作りをお手伝いスイーツビジネスマイスターとしても活動をしています。はい、今日は題名にもあったように感情時間術セミナーに参加ししててととといいいいうことを、ね、お伝えしていきたいと思います、えー、今現在私がお世話になってきています高橋孝子先生の6冊目の著書「感情時間術」っていう本の セミナーがあったのそちらで参加させていただき、まあ、ちょっとした私のストーリーをお話しするというそういったあの場面もいただいたっていうそういう会がありましたはいそしてですねその会に参加をした後ですねちょっといろいろと思いがありましたので、はい、この気持ちをこうただ思って。 終わるだけではなくて、ちょっと発信しようかなという気持ちになって、今日の動画を撮らせていただいています。私は元保育士でした。えー、2014年の5月まで保育士だったんですね。で、私の両親というのは、うん、もう本当にその頃、今もう83歳過ぎてあの、本当に田舎で今はね、うん、田んぼや畑をね、見ながら、 二人で仲良くね、田舎で暮らしている、そういう両親がいるんですけど、二人ともね、若い頃から決して裕福とは言えない、学費もね、そう、それほどあの出してもらえるっていう環境ではない状況の中で、汗にまみれながらね、自力で大学に入ったっていう、そういう経歴を持つ、まあ、両親を持っています。うん。で、やはりそういう、あのー、 強い志を持ち、自分の意志で進んできたご両親に育てられているっていう私がね、まあ、やっぱりその教育関係っていうところの流れから、まあ、保育士という道を自分は選んだわけですよね。ですから、この、まあ、今回のね、感情価格術に何が結びつくのかっていうところなんですけど、皆さん、価格で悩まれるときってね、いろいろな思いがあり、 そして悩むんですけど、その根本っていうのは、やっぱり結果的に、まあ私もそうですけども、自分自身が過去、どのような人生を歩んできたのかっていうことがすごく、のしかかってくるんじゃないのかなと思うんですね。うん、スタート時点で。で、私の場合はやっぱり、そういった両親だったので、とても生活はね、子供ながらに、 あの楽をさせてもらっていたとは思うんです。何不自由なく、のホンと暮らせてこれたのも両親がしっかりとした仕事をしていたからということもあったんですね。うん。ただまあ日常的にね、やはりね、とても倹約化で堅実な家庭でした。なんかそのお風呂も必ず詰めて詰めて入らないと怒られるみたいな。<laughs> まあそういった、あのー、すごく 経済面においてはね、贅沢はしてはいけないっていうふうなことと、人に迷惑をかけてはいけないっていうふうなことは本当に肝にね、銘じながら生きてきたなというふうに思っているんですよ。で、まあこのような私がですね、保育士の、まあ最終的にはパートタイムでしたが、それを終了した後にね、うん、今回こうやって、あの、何も学びも得ずに、 ちょっと自分が作れるようになったパンで人を喜ばせることができるっていうことを確信したっていうことがきっかけで、パン教室をね、自宅で始めるようになり、そこで、まあ最初に訪れるのっていうのは、じゃあレッスン料金ってどうしようっていうことですよね。ということだったのでね、保育士の職業っていうのは、まあ当初から私も残業手当っていうのは、まあなり職場だったということもあるんですけど、 まあ夜の9時まであの、次の日の準備をして残っていても、あの壁面もっとちゃんとしたいなとか、いうふうに壁面ね、保育士さんっていうのは壁にこう、何かデザインみたいなね、工作みたいなのを作るんですけど、まあそういったのを毎月入れ替えるときにね、日々の保育以外でやっていたことっていうのがたくさんありましたので、よくね、ほんと9時とか、 8時代なんていうのは結構ザラに残って仕事していましたが、まあそういう仕事っていうのはやりたいからやってるっていうことで、本当にその時も、うん、あの、残りなさいっていうことじゃなく、残ってでもやりたいからやるっていうことで、報酬が目当てではなかったんですよね。はい。まあそういった考えの方がその当初も多かったのかなって思いますね。 まあそのようなお仕事をずっと長年やってきたっていうこともあったので、パン教室をしてもやはりその考え方が基本となり、価格が決められていったんですよ。で、私が最初に設定した価格は今でも忘れられない1500円でしたね。うん。で、やっぱり大きな学びもしてきたわけではないので、おうちにあった1個のオーブンで教室をしようっていう、その、まあ今、 思えばね、せこいというか、うん、まあ、倹約しながら工夫すれば楽しさって作れるよっていうことからね、一台のオーブンでも別に二人で、二人の生徒さんを呼ぶことができるっていうことで、ほんと一台のオーブンを二 <laughs> 人の生徒さんに来ていただいて、で、あの、生地ごねもですね、うん、一緒に、とりあえず一緒にこねてもらって、で、一台のオーブンで、 まあ発行の順番を少し調整しながら一台でやっていたというね。まあそういうところは保育士のそのちょっとした工夫とか <laughs>、あの遊び心でね、あのできたことだったのかなと思うんですよ。はい。まあそういった、まあなんかほのぼのとやっていたパン教室をしていたわけなんですけど、あのやはりね、えー、放作業がメインな パン教室を当初は繰り広げていたんだなと思います。うん。まあ、ボランティアと言っても言い過ぎではないのかもしれないですね。お昼ご飯も出しながらでした。目に見えそうで見えない部分って経費というか労力ですね。労力っていうのは目に見えないようで、見えているんだけどはっきりしないっていう、ね、労力っていう部分があるので、まあそこはゼロでいいかぐらいの <laughs> 考え方でも本当に自分自身がそれでいいと思えばいいっていう価格にはなっていたんですけども、うん、ただまあ、ちょっとね、とてもざわざわし始めたのがね、真夏のパン教室。やっぱりね、自分一人であればね、倹約家なので、ちょっと温度上げとこうって28度設定とかにするけど、生徒さんたち来られると24度、23度とかね、やっぱり環境がいいところでさして、 あげると喜んでいただけるよねっていうことで、エアコンっていうものをすべてね、使う時期になると、ああ、エアコン代200円ずつ徴収しようかななんて、ね、<laughs> 思っていた時もありました。で、あとはね、生徒さんのインスタグラムを見れば、コスパ良しっていう風にね、まあレッスン、私のレッスンをそういう風に表現してくれていた人もいて、まあその頃はねあ、生徒さんには笑顔いっぱい届けたというか、その笑顔をたくさん 届けられていたっていうのは本当に自覚しています。ただ、ここにね、あの、まあ、影武者のような労力が裏にあるっていう、自分にしか知り得ない、まあ、裏の苦労っていうのがありましてね。うん。まあ、この感情時間術のね、あの、最後の方にも出てきますけども、うん。まあ、結局、その、自分も含め、うん、値段っていうのは、まあ、値段決めですね。うん。 値段が決まることによってこう、悲しむ人がいてはいけないということなんですよ。うん、苦しいなって思う人が、買う人と売る人、どちらか一方にあるとダメということです。で当初の私はね、まあ、自分一人で、あの、本当に一緒に何か開業していた友達もいたわけでもないっていう中で、一人会業を始めたので、相談を手けていうのは、まずはね、お母さん、まあ、両親とか、 あと、まあ、そのパン教室の方にね、興味を持ってくれた知り合い、友達、ママ友ですね。うん。そのママ友にね、うん、いくらだったら来れるみたいな。<laughs> ま、そのような相談の仕方をしたのはね、今でも覚えています。うん。で、あとは、ま、その、両親とか友達に相談するとね、やっぱり、ま、普通に生きてきた人であれば、まあ、無難な回答しか返ってこないんですよ。 だから、今になってはっきり言えることは、相談をする相手は、両親とか、起業をしたことのない友達とか、知り合いにするものではないということです。うん、相談をするべき相手はね、自分自身が、こう、今、なりたいな、と、なりたいな、と思っている道を、すでに進んでいる人、そしてその人が進んで、 ある一つの目標だったり、夢を叶えている人、その人に相談するっていうことがやっぱり一番なんです。自分自身がモデルにしたいとか、あの人みたいになりたいなって思っていれば、まあ、その方に直接聞けないとしても、その方がどのような考えを持ち、どのような経歴を持って今があるのかっていうところをやっぱり探る必要があります。えー、もうね、お話ししたいことがたくさんあるんですけど、 この、まあ、こんな風になりたいなと思うからと思って、例えばその人、なりたいなと思っている人が教えている講座を学んだとします。ケーキでもパンでもそうです。そのパンを習った後に、じゃあその人と同じようになれるのかっていうと、実のところ、やっぱり開発した人と同じレベルに達することっていうのは、 そのまま習って教えるだけではなれないと、本当思っています。だから、皆さんを見ていると、どうしても、せっかく身につけた技術があっても、これだけじゃダメだって言って、また、あれも、これも、それでも足りない、こっちの方があって、もう一つだって、二つ、三つ、四つ、四つ、五つと、他の技術をね、また学ぼうとするんですね。まあ、これは、その方が、 本当に余力があって、すっごく、もう生活にも活かせるし、もう、どうしても自分が、あの、必要だと思い、それらを、と、総合して、何か一つのものに、講座として作っていく予定があったり、見通しが立っているなら、まだ、まだいいかなと思うんですが、自分にはまだ足りないと言って、技術だけを二つ、三つ、四つと増やしていく。 っていうふうな姿を見ると、あ、そこじゃないよねっていつも思うんですよ。今私が学んでいるサロンの方でもよくお話が出ることですが、習い事ループと塗って、あの自分の技量に自信がないから、差別化をするためにどうしても他のところの資格をまた取ろうとする、ね。これを習い事ループと言うんですけれども、まあ、そのようなことをしていくとね、 結局は、遠回りだったりとか、うん、あの、習った、その先の方が教えているなら、皆さん、その、習った先の方に習うでしょう。うん。ま、その、一つのものに特化したところに、皆さん、今の時代はね、探して、見つけられて、そっちに行っちゃうっていうところが多いんですよ。なので、いろいろな、あの、資格を、あっちとこっちとって、三つも四つも取るんではなく、 一つの技術を一つのところから学んだとすると、そこの技術を活かして、今度はそこに自分らしさをプラスしていくっていうところに、時間とエネルギーとお金を使ってほしいなと思うんですね。そう。なので、今、もしご自身が、ああ、私も習い事ループハマってるって気づかれた場合、どこかで歯止めをしてね、ああ、いい加減、地に足つけて、 歩こうって思って気づいてもらいたいなと思うんです。でまさしくね、私がもともと保育士という環境からね、2500円、3500円、ちょっと新しい技術が入ったから3500円っていう、もうちょびちょび値上げをして、こう悪戦苦闘してきたっていう自分自身が過去がありますから、だからこれがはっきりわかるんです。その一つの技術をものにした、 自分自身のその技術をですね、安売りしないためにも、またさらに新しいものを取り、取り寄せてきて、見せるのではなくって、今の技術に対しての自分自身を今度は活かしていくっていうところにフォーカスしてもらいたいと思ってるんです。で私のこの歴史から言うとね、もともとそうやって値段設定に、まあ、ある意味失敗してきた過去、 があって、値段を上げられるきっかけになったのは、まあ、そこにはやはり、自分自身の新たな技術構築というところが、まあ、成功したからでもあります。うん、まあ、パン教室と同時進行で、たまたまね、シフォンケーキっていうものを趣味で片割りに置いていたっていうところが、確かにこれは、あの、自分の中でも強みだったとは思います。私はスピードをすごく、 もう求めていたので、今すぐ変わりたいというね、ものがあったからこそ、そのスピード感があったんですけど、うん、まあ、その、あの、寝ずに開発してきたメニューラインナップっていうものを強みにするっていうことで、うん、他の、まだ、あの、まあ、どこ、日本各地見てもどこにもなかったっていうことで、日本、えー、初っていうね、言葉も自信を持って打つことができたんです。 ここにしかないという強みがあったことで、うん、あの値、ね、段設定もできました。もしその他にはないと言った時のそのメニューラインナップが3つとか4つだったら、もしかすると、うん、すぐにバーッと世の中に広まって、もう物珍しくないものになっていたかもしれないんですけど、その数がね、半端なく多かったっていうことで皆さんの目を引いたのかなとは思います。で、まあこのね、 えー、私の最終的につけた価格がこう、メニューがたくさんあるから、たくさんの数を選んでいただくことで、一つの単価が下がるっていうセット売りっていうのを今ね、カフェ講座っていう形でやっているんですけども、まあ、私が歩んできたこの道のりと価格に関して、今の認定校に引き継いでいただいているという形になります。なので、まあ、認定校にはね、この私のまあ、感情の価格、 っていう、この考え方と金額設定をね、引き継いでもらっているので、あのもう私があの皆さんの力をね、もう体育版を押して大丈夫ですよ。あとは毎月相談会も持っているので、うん、自信を持って自分自身の良さをもっともっとアピールできる、付加価値のある講座を同時に取り入れてくださいっていうふうにして、そうやって認定校の教室は運用していただいてるんです。 で元々教室業というのは単価がね、安い業種だったんです。うん。私が教室始めた頃なんて、本当に満員満席ってもう、行ったらすぐ満席っていうと、教室。確かに3500円から4000円っていうものが多かったし、一番高くても5000円ぐらいまででしたね。そう。それで、やっぱり単発っていうところだったので、その月に1回5000円払ったら、 すごく素敵なサービス受けられるっていうことなので、本当に安くてサービスめいっぱいあるっていうのが、ちょっと単価の安いイメージをやっぱりあったと思います。ですから、この、あの、安めに設定される教室の先生のご苦労と知恵、うん、アイデアっていうものをやっぱりそこにもやっぱ料金として上乗せするっていうのが本来の根付けの考え方でもあります。うん シフォンケーキのね、あの、単価自体はお野菜と卵と米粉だけでしょっていうふうになると、単価ってすごく安いのになんでそんなにレッスン料とかシフォンケーキが高いのっていうところ、時々聞かれますが、これはやっぱり技術量だと私はもう確信しています。それだけの味を作るためのやっぱり技術面っていうのはとんでもないあの高いものだと思っているんです。 ですから、そこを、えー、シフォンケーキなんて、卵と米粉だけなのにね、高いねって思う人は買わなくてもいいと思うし、売りたいとも思わないんです。なので、シフォンケーキって難しいよね。どうやったらこんな味に仕上がるのって思わず聞きたくなるような、それぐらい美味しいシフォンケーキだったとしたら、だから値段が高いんですっていうふうに私は考えています。 で、今回のね、感情価格術っていうもので、本当に学ばせていただきましたけども、あの、私はもともとその、もう、えー、4年前に、こうね、高橋隆子先生の考えをずっとずっと吸収しつつやってきた考え方のもとで今の価格があるので、すごく全てが腑に落ちるんですよ。で、今回、その、大阪でありました、 その私の価格のストーリーをお話ししてくださいって言われた時には、もう過去のその自分が歩んできたドロー沼のようなあの2、3年の出来事が本当にあの涙あり笑いありっていうより最後はもう大笑いで終わったっていうぐらいあの私自身の過去のストーリーはどれほどあのネタになるんだと自分で自覚しました <laughs>。 はい。さっきも言ったようにね、両親はもう倹約して、あの、地道に、こう、働くもんだっていう両親。で、ね、それとはまた裏腹に、自分の元旦那っていうのは、あのパチンコと宝くじでお金は一攫千金でいつか当てるもんだみたいな。<laughs> まあそういった、あの、両極端なね、考え方以外にね、思い浮かばなかったんですよね。うん。自分の能力で、 お金をこう生み出していくっていうことがもうその時は思いもよらないあの環境の中で過ごしていたのでいざ自分が教える教室ってなるとやっぱりその堅実な考え方よりになっていっていたと思いますし開業の経験がある方にやっぱり相談するっていうのはこれほどにも自分自身の考え方とのギャップの大きさにもうひっくり返るぐらいの出来事でしたね うん、自分のその技術面とやってきた経歴っていうものが上乗せされてのこの価格、あとは世の中にとってとても必要とされているものだということを経験者の目から見てあの価値があるよっていうことを認識、あの、理解していただく方に一緒に考えていただけたからこの金額が出来上がったっていうことなんですよね。 で、やっぱり私もその価値が分かってもらえる人に、実際購入してもらえた時の気持ちっていうのは、それはもう天に舞い上がるような <laughs> 喜びでしかないんですよね。だから、あの、いやありがとう分かってくれてありがとうという気持ちで、よりレッスンに対する力が込み上げますし、みんなが欲していることは何だろう みんながなりたい未来は何だろうっていうことをひたすら考えることが楽しくて楽しくて結局その値段を上げたっていうことにより自分の考え方自身がどんどん成長していきましたしそれによって生徒さんも成長していきましたもんねですからあのお一人いくら今月は何ですってやっている時っていうのはもう本当にその時その時を 騒いでいくっていうか、時間をこう過ごしていくことだけが精一杯で、うん、やっていたっていうことがね、本当に懐かしいぐらいの思い出になっているって感じです。なのでね、まあ、認定校の方は、私のそういう経歴なしで、もちろん、うん、そうですね、教わったことをそのまま伝えているっていうふうに見えるかもしれないんだけど、でも、 認定校の皆さんにも、認定校の皆さんの素晴らしい生き方、人生があるんです。だから、このシフォンケーキプラスアルファ、自分の生き様、人生観、あの技術、アイデア、そういうものをね、一緒に上乗せしてもらって、皆さん、同じ金額を統一していただいています。はい。あの、お話のね、流れが、感情価格術のセミナーを通して、 思ったことっていうことなので、なんか感想なんだか、なんだかって感じなんだけども、うん。とにかくあの、値段っていうのは安くしてしまうとですね、うん。誰もが来やすいから、やはり満席、満員ってつけやすいんですけども、うん。だから本当に主催者は幸せなのかっていうところをもう一度考えてみてもらいたいなっていうことと、 もしその、すごく高額にしてみたときにですね、あの、やっぱり選ばれる率が若干減るんです。これはもう仕方がないんです。うん。やっぱりその価値を分かって、この方にだったらこの金額払えるっていう風な、やっぱそういった自分自身がそういう人になる必要もあるんですね。人、うん、まあ、お人柄ももちろんそうです。 ものではなくて人間像が大事な時代にもなってきているので、自分自身を磨き上げることはもちろんですけども、ある意味、今まで押し殺していた自分自身を今度は表現していくっていうことで、自分自身が知らなかった価値を人に知ってもらうっていうことにもつながります。自信を持っていない生徒さんが多いということです。でも、私から見ると、いや その部分すごい長所ですよって言ってます。その長所の部分をうまく整理して発信しましょうっていうことをね、させてもらってます。ですから、うん、その発信していくための、あの、手段としては、うん、やっぱり発信力 <laughs> っていうことになるわけです。普段、あの、自分のお友達や、こうね、仲間と、わーわーってやってる、そのまんまの姿をですね、うん、公の場に、 出していく。それも、公の皆さんにとってそれがあ、その考え、共感できるっていう、まあそういったものも持っていないといけないっていうことはありますので、だからこそ私は粉焼きシフォンの認定校は、私自身も選ばせていただいているということになります。まあ認定校の皆さんが米粉シフォンケーキを教えたいと思う方への思い、情熱と、 習いたいと思う生徒さんの、要は気持ちのエネルギー交換。それがお金としての対価っていうふうに考えていますので、本当にこの感情時間術っていうのは、あの、教室業の先生成だけではなくて、まあ、物売りをする方であっても、あのね、万人の人にこの本を読んでもらいたいですっていうふうに感じた人もいたんですけど、 まさしく万人の方に、この価格の付け方の考え方というのは読んで知っていただきたいなと思ったところです。はい。じゃあ、ちょっとうまく整理できたかどうかわからないんですけど、今日の私の、えー、感情時間術のセミナーに参加した感想というのを、うん、ちょっとまあ認定校の、えー、皆さんのこともね、あの、あげさせてもらいながら、 お話しさせていいたただきましたはい、ちょっと長々となりましたが見ていただいてありがとうございました。